皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。どうも大変お待たせしました。申し訳ございません。ニコンの Z1424-2.8S、こちらのレンズの、レビューをしたいと思います。一回ね動画作ってるんですよ。こうやって一回動画作ってるんですけど、この時は開封動画と、まあ、外観チェックみたいなね、なんかちょっと僕がベラベラとちょっと余計なことを喋った動画だったんですけど、その時はあのアドビさんがねフォトショップがまだ Z7-2 で撮影した画像に対してまだ対応していなかったので画像処理ができなかったということで、私ねもうねいつも間違えるんですけど、新商品なのにね全部ローで撮っちゃって JPEG で残してなかったんですよ。だから画像をお見せすることができなかったんですけど、先日ですねアドビさんがやっと対応しまして、画像処理ができるようになりました。まあ、そんな途端にですね私の仕事はちょっと忙しくなって、まあ、このタイミングになってしまったということで大変申し訳ございません。お待ちになった方多いんじゃないかと思います。本当に大変お待たせしました。今日画像をお見せしたいと思います。まあ私もですね本当にこれ本当ですけど今これから初めて画像を開いてみます。ただまあ撮影中にこう液晶モニターの中でねどういう描写をするのかっていうのも分かってはいるんですけど、実際に画像処理をするのは初めてなんですね。まあねでもねなんとなくもう分かってるんですけど、やばいレンズっすよ、やばいレンズ。じゃあまあ能書きはこの辺にして早速行ってみましょうか。画像を開いてみましょう。はい、それでは画像処理していきます。これあれですよ、あの前回の1224の開封動画で一番最後まで見ていただいた方は見てると思うんですけど、うわ何これってびっくりした時に撮ってた写真ですね。はい、この画像から見てみましょうか。まあ、少し細かいね、この時点でもう細かいですけど、あの今から何をやろうかどうしているかというと、初めて見る方もいらっしゃると思うんで説明します。星を撮るときに求められる星景写真で求められるレンズっていうのは、星がね全部点なわけですよ。真ん中から隅っこまで全部点で自分たちの目には見えてるじゃないですか。なんですけどレンズでカメラのレンズ映すと真ん中は点だけど周辺がね点で映らないっていうのが普通です。で、それが点で映るためにはこうデメキンレンズって前玉がこう出っ張ってるねレンズとかがそれに向いてるんですけど、ニコンのこの12から24の 2.8 新しいレンズはショートフランジバックで、大口径フランジなので、周辺光量が多く、しかもセンサーとレンズの後ろ玉との距離が近くなるから広角レンズの時で撮影した時のその歪みとかが限りなく少ないということで、星に向いてるはずだっていう話なんですよ。まあそう自分が勝手に思ってただけなんですけど、で実際どうなのかっていうのをこれから検証してみたいと思います。でこれ感度 3214mm、 あ拡大してみましょうか。この データはこうです。これが撮影データですね。感度 3214mm f2.8 で30秒で、だいたいこうヒストグラムが真ん中よりちょっと左にねこうやって山が来るっていうのが、星空写真での適正露出です。でこれ赤道儀で追尾してます。なぜならば、星空っていうのはその北極星のを中心に回転しているので、北極星その極軸って言われるんですけど、極軸に近ければ近いほど星の動きっていうのは少ないんですよ。で北極星から90度、天の極軸じゃないや、なんて言うんだっけ、私の著書星空撮影塾の星空撮影塾だって撮影塾の51ページに書いてありますけど、ここに書いてあるとですね、天の赤道だ天の赤道、その北極星から極軸からこう90度のところが天の赤道って言われるんですけど、そこが一番その動きが大きいんですよ。だいたいその真東真西から、行くとこうなんか右側は点だけど左側は流れてるとかそういうことが起こるんですけど、この写真の場合も同じですね。まあそんな理由で
正当なレンズの評価をするために赤道儀で追尾をして撮影をしています。そうすると、北極星の動きとか地球の自転では関係なく星を点で撮ることができますので、はい、じゃあ真ん中いきます。鋭いですね。この時点でもう細かいね。画素数がまあ多いカメラ Z7II なんで、画素数が多いカメラはっていうのもありますけど、細かいね、すごい。じゃあ行きますよ、端行きますよ。はい何これやばいっすね、これ点だねいやもう撮影の時でもすげえな、おかしいなこのレンズって、いい意味でね思ってたんですけど笑っちゃうね、すごいわ。言葉になりませんね、ほんとこれ。私のことちょっと話していいですか。私やっぱり星系写真に向いたレンズっていうかね、その星空撮影に向いたレンズっていうのがまずありきでボディを選ぶっていう人だったんですよ。だから私の機材見たら、なんでそんなにいろんな機種あるのって思うんですけど、それはいいレンズがあって、そのレンズを使いたいからボディを後で買ったっていう買い方をしたからなんですよね。タイムラプスって私その3台4台こうずらっと並べて撮るんですけど、まあ、基本的に広角レンズを使うことが多いんですよ。で、そうなったら同じボディ同じレンズを2本3本揃えるのってすごいナンセンスじゃないですか。だからそれだったら違うボディ違うレンズにして描写を変えていった方が、場面場面で、違った演出ができるからいいよねって考えて、マウントは私は統一しないんです。だからキャノンもニコンも、富士フィルムもオリンパスも持ってるわけですよね。まあ、最近は 8K に、あ、ソニーもある。うん。最近はその 8K でのタイムラプスを始めたので、ニコンとソニーがちょっと多めなんですけども、まあ、そうです。で、言いたかったことがですね、だからそのタイムラプスの撮影案件とかがあった時に、まあその撮影時に入りますと、まあ、そこで3日4日撮影しますってなったら、だいたいその、だいたい50シーン撮るんですよ。50シーン。それが目安で、で、ワンシーンワンシーンに300枚から1000枚以上の時には、そういうですね、写真がこう格納されてるというか状態になるわけですね。万単位で写真を撮って家に帰ってきて一気に画像処理をかけるっていう作業をするんですが、タイムラプス撮影の案件が終わった直後ってもうとにかくいろんなボディといろんなレンズを交互にどん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 見てくんですよ。だから自然とね、目が肥えるんだ。天体写真とか星系写真やってる人は特にそうですっていうのもあるんですけど、で、今まで面で使ってたシグマの14の 1.8 とか、タムロンの1530の 2.8 とか、どれもね、素晴らしいレンズだった。申し分ない。うん。何も不満はなかったんですよ。でもね、それを超えるレンズが出てきちゃったね。やばいな、これね。って今思ってます。30万ですよ。どうします？で、ソニーさんで同じようなレンズあるじゃないですか。1224の 2.8、1424の 2.8 あるじゃないですか。あれ私使ったことないんですよ。で、もしこの動画見てる方で、ソニーのそのレンズ持ってるよって人いたら、どうですかね、比較してこれ。どうですかね。ぜひコメントください。はい。知りたい、私も。使う機会あれば使ってみたいですけどね。うん。で、これが、ちょっとレンズの、レビューに戻りますね。2.8 の広角端 14mm です。で、24mm の時はどうかというと、メタデータで Z7II、はい、これですね。この辺だな。はい。これが、F2.8、F4。まあ 2.8 であれだったんで、F4 にしても、まあ、鋭いまんまですね。やっぱね。ありゃー。ありゃー。
このレンズ作れるんだね。これは赤道儀では追尾してないので、まあ、こっちですね、あの天の赤道の方がちょっと、流れてますけど、まあ、これ流れてるっても普通にプリントで見たら分かんないぐらいですし、超線が鋭いな。で、知りたかったのはこっちです。 24mm の方、14mm で 2.8 で周辺が鋭いのはよく分かりましたよと。で、24mm の時はじゃあどうなんですかっていう話ですね。 24mm で F2.8 の時の製造はこれですね。 24mm で F2.8、 はい、感度が1万の5秒っていう設定だと。うん、まあまあそれは当然ですよね。うん、ん、ちょっとおにぎりになるのかな。まあでもこれはでもね、おにぎりになると製造崩れるっていう範囲ではない、比べればの話ですね。まあ多分 14mm と 24mm どっちに来るみたいな中で、どっちもまんべんなくやるか、どっちかを鋭くするかみたいな、もしかしたらそういう判断あったのかもしれないですね。だから 24mm よりも 14mm の方を良くしようという話だったのかもしれないですけど、でもこれ100倍で拡大しますかね。100倍で拡大してこの三角、ちょっと三角に見えるみたいな感じなんで、ちょっとこれはね、私が言ってることがおかしい、うん、私の頭がおかしい。こっちもまあおにぎりになってますけど、こんなのは、範疇内だと思います。まあでもどちらかというと14mm の方が製造は鋭いというのが分かりましたね。これは F4 で撮ってますね。 24mm で F4、 さっきのおにぎりになったよってやつは 24mm の 2.8 で撮ってますけど、 24mm の F4、 まあ真ん中はもう見なくてもいいかなぐらいですけど、はい、周辺どうでしょう。あんま変わんないですね。ちょっと比べてみます。これが F4 で、そうですね、こっちのデータ、右側のこのデータが 2.8、24mm の状態の F2.8 の右上の、一番端の製造で、左側が、24mm の F4 の同じところの製造ですけど、これあの明るさが違うのは F4 で絞っているからですね。あの同じ設定で撮ってるので、まあまあ変わんないですね。うん、変わんない。なんでこう 24mm も気にするかというと、天体写真でも使えるかなって思うんですよ。例えばその、オリオン座周辺のね、夏の大三角からオリオン座までをこう星夜写真とかポジザラ写真って言いますけど、赤道儀で追尾していっぱいそのコンポジットして撮りたいっていう時にね、もう使えんのかなと、成形写真だけじゃなくて、まあ、それで比較をしたんですけども、これでもこうやって見るだけでもすごいね、もう細かで、あ、そうだ、ソフトフィルター使ったかと思った。これですね、ソフトフィルターを使った画像でございます。これね、あのカニさんの LPRF っていうやつをつけて撮影したやつですね。はい、感度 12,812mm、 2.8 の15秒という設定で撮ってます。ちょっとオーバー目に撮ってるのはここですね。ここ左側から離したかった、黒つぶれエリアから離したかったんですね。そうするとほらこの辺がね、画像処理でこう浮かび上げられやすくなりますから、はい、でソフトフィルター使ったらこうボワッとなってますね、この辺のね。あのこの上半分だけかけるパーシャルソフトフィルターっていうのが同じくカニさんで発売されてますけど、まあ、その角型フィルターですから、あの真ん中とその周辺の製造って結構崩れるんですよ。だからトリミングありきであのフィルターを私は使ってるんですけど、後ろに刺すフィルターをこの時は使ってます。リーのソフトナンバー2を使ってますが、後ろに刺すフィルターはそのセンサーとフィルターが近いので、
製造が崩れないんですよ。だから真ん中も点だし、まあ、周辺も点だしっていう、まあ、こっちの方が星製造的には理想なんですけど、この風景描写がね、全部フィルターかかっちゃうし、富士山もちょっとソフトがかかっちゃうっていうのがデメリットなんですよね。どっちにするかっていうのはまあその時その時で選んでます。どっちが正解とかないですね、多分ね。はい、じゃあこれ画像処理していくと、ちょっと青いな、もうちょっと青を変えたい。まあこの辺はお好みなんですけどね。でですね、このシャープ、あ、前回のタムロンさんの動画でこのシャープ切りますよっていうお話をしましたけど、あの違うやり方を、ご紹介します。ですね、まあ、シャープ切る理由はノイズもシャープになるからっていう話でした。で、これですね、このマスクってあるじゃないですか。で、このキーボードのオルトを押すとこうシャープを初期化って言うんですけど、これでここをずらしていくと、これ何が起こってるかというとですね、白い部分にこのシャープかけますよっていうことですね。これを上げていくと、そのシャープがかかる部分がこう減っていきます。で、結果的にこう星にしかかからないような感じになるんですけど、これこの状態のそのシャープ全部切るんじゃなくて、ある程度かけたいなって人はこっちの方がいいですよね。はい、で、このマスクにを100にした時とシャープ0にした時っていうのはほぼ変わんないです。で、こういうやり方もありますよっていうことでご紹介いたします。で、ノイズ低減、まあ、20、30かけて、この辺結構適当なんですよ私は。で、レンズプロファイル補正がもうあるんですね。あ、かかってますね。で、これにプラスもうちょっと周辺原稿を、あ、余裕で治るね。うん、素晴らしい。全体的にちょっと明るめなので、段階フィルターで上半分を落としましょうか。こういう感じかな。コントラストも上げて、上半分だけコントラスト上げて、下半分はちょっとシャドウが多いのでノイズが増えないように、明るいところだけ画像処理をちょっと強めにかけるような感じですかね。ただこの霞の状況が効くんじゃないかな、この時は。おお、効きますね、霞の状況。はい、こんな感じで仕上げてみましたが、どうでしょう。うん、この下半分の風景出したいよって時に、霞の状況の反対のパターンっていうのが実はできて、こう段階補正フィルターで下半分かけたら、この霞の状況を下げるっていうね。そうするとこう、ほら、だんだん明るくなってくるでしょ。で、この下半分のところは基本的にシャドウ部分なので、あんまりその、なんつうんですかね、霞の除去って、その、霞を取る、だから、非常に霞ませるっていうことになりますけど、もともとその暗くて、あまりよく映ってない部分なので、霞ませてもそんなに影響はない。それよりは、シャドウ部分がちょっと明るく出せるっていうことの方が、メリットがあると思うので、まあ、こういうテクニックもありますよっていうことでご紹介いたしました。いやー、ソフトフィルターがかかってもかかってなくても素晴らしい、素晴らしいですね。素晴らしいレンズ30万ですよどうします皆さん。で、もう一枚ちょっと写真見せましょうか。これ赤城山に行った時の写真ですね。赤城山にこういう鳥居があるんですけど、ちょっと全然別のこの写真をお見せしましょうか。はい、この辺とかいいですかね。結構私らしい写真ですね。下半分の風景が多いっていうところが、はい、私はこうやってね、これ岩からこう星空までみたいな感じの構図ですけど、こういう奥行き出すのが好きなんですよ。これ画像処理してみましょうか。まず色変わったな。このアドビカラーのせいですね。ニュートラルにしましょう。アドビカラーだと、こうなんか、色が濃くなっちゃうんですね。色が濃くなるじゃない。コントラストがちょっと強くなっちゃうんですね。ニュートラルで始めたいと思います。あ、ほら、下半分出てきた。これで明瞭度がビーってあげて、これも霞の状況入れる?ちょっと入れてみましたか。はい。
で、シャドウも上げつつ、ちょっと下げてみたいな感じですかね。ちょっと色がだいぶ地味ですね。まあこれも、これはこれで殺伐した感じですごくいいですけど、まあ、改造機、そのセンサー改造して Hα の赤い色が映るカメラとかだと、この空の部分がもうちょっとカラフルになって演出が変わると思うんですけど、まあ、このカメラは Z7II でノーマル機なので、で、周辺原稿を、ちょっと直そうかな。周辺原稿を直すときは、こっちの画像を見ましょう。はい、小さい画像の方が、周辺原稿補正の効果がわかります。大きいとちょっとわかりづらいですよ。あ、こんなもんかな？うん。はい、こんな感じで簡単ですが仕上げてみました。まあ、もっといろいろできるっちゃできるんですけどね。でもまあ、こんな感じでいいんじゃないですかっていう。はい、というわけで、まあ、レビューというかね、このレンズの素晴らしさがわかる、画像処理っていうかデータの閲覧会になりましたね。まあ、ひとまずここで一旦この画像処理は終了したいと思います。はい、というわけで、危険な画像を見ましたね。このレンズね、気になってる方多いと思うんですよ。やばいですね。いや、ほんとすごいとしか言えない。こんなレンズ作れるんだ。しかも使ったカメラが Z7II だったから画素数も高いじゃないですか。全然センサーの画素数に負けてない。ちょっとこれはもう星の写真だけじゃなくてね、タイムラプスも使いたいなって思っちゃいますよね。ね、まあそんな感じだったんで、はい、はい、買っちゃいましたすいません、買いました。いや、っていうかね、まあ本当に正直に言いますけど、このデータは今初めて見ましたから、今初めて開きました。でもね、撮影してね、液晶モニターでこう見るわけですよ。うわ、やっぱすごい、やっぱすごいってニコンさんから借りたもので3回4回撮影をこなしてですね、まあ、そのために液晶モニターに映る画像が、うわやべえなこれ、やべえなこれって毎回思ってたらね、もういてもなってもいられなくなっちゃった。まあ30万ですよ。うん、まあ私 NPS 会員なんでね、このニコンさんで直接買わせていただきましたけど、まあ買いました。うん、買ったので、ガンガンこれを使ってこれから撮っていきたいと思います。ちょっと告知させてください。最後に、年末の12月30日の生配信は、YouTube1 年目2020年が終わるんで、ちょっとファン感謝祭というかですね、ちょっと大げさですけど、何でも質問受け付けますということで、皆さんと交流する生配信の場になればいいなと思っています。で、年始のですね、1月2日にですね、有名な成形写真家、本当に本当の意味での成形写真の第一人者って言っていい存在だと思います。前田紀彦さんを呼んでですね、成形写真トーク、それから今私もやっている星空と成形動画ですね、ソニーの α7S3 を使ってこうジンバルを持って歩いて星空のリアルタイム動画を撮るということを前田さんもやってらっしゃるので、そういう成形動画対談みたいなのも聞けるかと思います。なので、12月30日と1月2日と生配信2回連続でやります。皆さん、正月年末年始はステイホームでね、家にいる方多いと思うので、そういうのでちょっとでもね、暇つぶしの手助けになればなと思います。はい、それでは本当にここまでにします。本日もどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけね。バイ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 。超かっこいいよこれ減っちゃった。いや、なんだかんだで嬉しいです。頑張ります。あんまり無駄遣いできないかな、もう。